これはやるしかねえ。ということでお二人にお集まりいただきました。スタンプラリーといえば、去年の夏にやった登場戦以来か。でもって最近ロゴを変えたんですよ。なんか30秒で作ったようなものから汎用性のありそうな。でまさか。そう、なぜ変なタイミングで去年投稿した登場戦のロゴを変えたのか。その答えはただ一つ。オガ9戦サイコロスタンプラリー、開幕だー。やっぱそうなるか。はい、ということで謎のタイミングで登場戦スタンプラリーのロゴを変えたのはこのためだったんですよね。それじゃナレーション、説明よろしく。だからなんでこっちの世界に介入で。それでは、ルール説明。というかなんでこのチャンネルナレーション2人もいる。今回のオガ9サイコロスタンプラリーではスタンプコンプリート及びオガ9全線環状を目指します。新宿駅をスタート駅として、小田原駅をゴール駅とします。また、新宿に一番近い南新宿駅のスタンプを最初に、小田原駅に一番近い海西駅のスタンプを最後に押していただきます。さて、タイトルにもなっているサイコロの要素ですが、今回は種別縛り、出た目によって乗れる種別が変わります。3の千代田線直通というのは、千代田線も走る列車を種別関係なしに乗れるものになります。また、4以上を出しても千代田線直通列車には乗れます。他の目は画面の通りになります。また、例外として確定扱い、急行扱いする列車があります。これらは主に途中駅で種別変更する列車、基本速達種別しか来ない区間の列車が対象となっています。そしてこれが一番重要となるルール。なんと今回は制限時間がございます。制限時間は朝の9時から夜の7時までの10時間。夜7時を超えると自動的にゲームオーバーとなります。果たして白金たちは10時間以内にスタンプコンプリートとなるのか。それでは本編、スタートです。はい、ということで登場戦の時にはサイコロが出た目の駅に行くという縛りでしたが、今回は種別縛りとなります。そして今回は制限時間ありか。しかも種別縛りって確定ばっかり出たらヤバくない？まあその時はその時よ。さては何も考えてないなこいつ。さて、スタンプを押せるのは9時ジャストからということで、乗車できる列車は9時1分発の快速急行小田原駅からとなります。ということでまずは小田急線を乗り回すためフリー乗車券を購入。そしてこのスタンプラリーのメイン台紙を受け取りに行きます。台紙がメイン。今回のスタンプラリーの台紙、ものすごく完成度高いなおいなんですよね。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング4やめろ。ということでその台紙がこちらです。いや完成度高いなおい。車両デザインのクオリティ高すぎでしょ。さらに表面には現役車両、裏面には引退車両がそれぞれ25種類ずつ、合計50種類の車両が書かれています。しかも通常は乗れない減速車、今はない行き先があったり、小田急ファンにはたまらないな。そしてこのスタンプラリーでは現役車両がデザインされている現役コース8駅、引退車両がデザインされた退役コース7駅の全15駅を巡ることとなります。それではこの度最初のサイコロを振っていきましょうか。とりあえずこのチャンネルはいつ先般するかわからないから幸先のいいスタートを切りたいな。先般するの確定事項なの？いやお前毎回なんやかんやで先般してんだろ。ようやく気づきましたか。いやでも今回は先般するとは限んないし、先般しない回があってもいいと思うし、そもそもサイコロ回は先般雑誌じゃないし。先般するの早いよ。というか白金くんなんてずっと真顔なの？いやこの先スタンプがある駅、確定しか停車しない駅ばっかりだからそこまでダメージないんだよね。それ先に言え。ということで最初に向かう駅は南新宿。停車する種別は確定のみなので、9時5分発、確定本厚木駅に乗車していきます。乗車ホームは地下9ってことは地下ホーム？そう。小田急新宿駅は地上と地下ホームの2段構えなんですよね。そしてこちら2月末に営業を終了したロマンスカーカフェ。新宿駅の再開発とやらの影響で閉店したんだっけ。ということで乗り換え階段で地下ホームに向かいましょう。今から向かう8、9番線は各駅停車のみやってくるホーム。そしてそのホームは新宿駅とは思えない光景が広がっています。新宿駅とは思えない光景？確かに新宿駅とは思えないなこや。なんだろう、ターミナル駅の雰囲気がないというか。おっと驚くのはまだ早い。封鎖された謎の階段っぽいやつ、年季の入った壁、東京の大ターミナルの一つ、新宿に来たとはとても思えないような雰囲気になっています。ということでここ新宿から一駅先、南新宿まで向かいます。そして乗車電話3000型、小田急車両で一番の編成数を誇る車両、おそらくこの旅では G 並みに出てきます。いや言い方。you
南新宿に到着したのはいいんですが、ホームだけ。前、ほらこことか黄色い線の内側で歩かせる綺麗じゃん。お客様黄色い線の内側を歩きください。歩ける場所がねえんだよ。それではスタンプを押すために改札の方に向かいましょう。それではスタンプをしていきましょう。南新宿駅のスタンプにデザインされているのは最新型5000型か。そんじゃ、今回初スタンプ。困った時の爆発やめろ。ということでこちらが南新宿駅のスタンプになります。スタンプの上部に小田急電鉄本社ビルってあるな。電車のバックに旧本社ビルが映ってるってことは南新宿駅の近くにあるのかな。そうだね、線路沿いにあるね。というかここに来るまでにあったね。マジか。どうやら踏切の先の左の建物の向かい側にあるっぽい。ちょうど見えなくなってる。ということで続きましてこの確定に乗って同じく確定停車駅の代々木八幡まで向かいます。乗車電は新宿口確定でよく見る2000型だな。そう、ここ代々木八幡は重量化の対応化に合わせて今僕たちがいる島式ホームが新しく作られたんだよね。にしても島式ホームを作れる場所あったんだな。この先すぐに代々木上原駅で、地下鉄合流の場所確保のためにそもそも上下線の線路の間隔が広かったらしい。そしてここ代々木八幡駅の近くには千代田線代々木公園駅があって、千代田線の代々木上原駅開業前はここが千代田線との連絡駅だったそうです。それではスタンプを押していきましょう。ここ代々木八幡駅の車両は2000型。ここまで乗ってきた車両がデザインされているとはな。それではスタンプレ。爆発でセリフ遮るの聞いてない。ということで代々木八幡駅、クリアだね。それでは再び小田原方面へ乗車して続いての駅に向かいましょう。というわけで次に向かうのは成城学園前。ここでようやく優等種別が停車する駅か。確定縛りとなるのは9時59分発の列車まで。なのでワンチャン成城学園前にたどり着く前に10時台になって、そこでまたサイコロ振って優等種別に乗り換えて成城学園前に早く着く。ってことができるかも。まあそんなうまくいきませんと。もし成城学園到着前に急行か準急来たら叫びます。お客様迷惑行為はおやめください。続いての乗車電は今回3度目のご出演、2000型。スタンプ2000型、挟んで2000型。どういう状況だよ。右側です。開く扉に手やお手荷物が。 VFE
まさか今は臨時運転のみの VSE を見れるとはな。見た感じ人乗ってないから新宿始発の臨時列車のために送り込んでるところかな。ということで列車は代々木上原に到着。ここで地下鉄千代田線と合流。そしてここ代々木上原から上戸まで現在の小田急の運行を支えている福福線区間に入ります。ということで列車は代々木上原駅を発車。ここから福福線区間なわけですが、この代々木上原から途中の梅ヶ丘駅までは現時点で最後に福福線化された区間。なので他の福福線区間とは一味違います。一味違うってどういうところ？例えばちょうど点線して内側の線路に入りますが、観光線が内側となるのは最後に完成した区間のみ。それまでに完成していた区間は観光線は外側の線路となります。ここで快速線の線路を内側にしなかったのは、もし内側にしてしまうと点線する必要があり、新宿方面からの速達列車、特に特急は速度を落として走ることを強いられてしまい、その列車の所要時間を伸ばしてしまう上後の列車に悪影響を及ぼす可能性があるからかなと。でもそしたらどうやって観光線を外側に持っていくの？その答えはこの後すぐに出てくるね。というわけで代々木上原発車後すぐに次の停車駅東北沢に到着。そして画面奥をご覧ください。快速線の線路がもっと地下に？そう、なんと代々木上原梅ヶ丘間の地下区間は観光線と快速線が分離していて、観光線が地下1階、快速線が地下2階といった形となっています。でもってその時に快速線と観光線が立体交差して観光線が外側になるって感じか。さて、列車は下北沢駅に到着。小田急では快速急行まで止まる大きな駅ですが、近頃は某バンド漫画の聖地として有名ですよね。下北沢でバンド漫画はもう某はつけなくていいんだよな。それでは引き続き乗車していきましょう。トロピカルラブフォーエバー。ということで列車は下北沢駅の次の停車駅、世田谷代田駅を発車。この世田谷代田駅が東北沢駅から続いた観光線独走区間最後の駅。次の停車駅梅ヶ丘からは再び地上区間。そして今いる観光線はちゃんと外側に移動していますね。やばい、このままだと手列が急行と確認でき次第叫ぶ体勢だ。叫ぶってこの顔からどうやって叫ぶんだ？ダジじゃない？あ、確かに。やばい、もうそろそろ我慢の限界だ。これ快速急行だな。あ、元に戻った。
いや、どっからその声出してるの？背骨、どうやら共同駅では急行唐木田駅と確定の接続があるみたいだな。唐木田駅ってことは他にも行き先があるの？日中に急行は1時間に6本、で、10分ごとに行き先が異なるのだが、一つが目の前にいる唐木田駅、そしてもう一つが千代田線からの向こうが丘遊園駅、その向こうが丘遊園駅は共同ではなく成城学園前で確定と接続だな。唐木田駅、向こうが丘遊園駅が20分サイクルで互いに来るってことは、白金くんもしかして2分の1外したってこと？やかましいわ。お待たせいたしました。本日列車本発に行きます。Next stop is 成城学園前 OH14ということで成城学園前に到着。結局新宿で回したサイコロ戦犯になっちまったな。やめろ、発作が起こる。共同急行ネタ増えたな。と、これはロマンスか MSE か。東京の私鉄で初めて地下鉄に直通をした特急だね。MSE は地下鉄だけでなく新宿発着の箱根江ノ島方面行き、御殿場線直通など走行範囲ならロマンスカー1ではないかなと。それではスタンプを押すため改札を出ましょうか。ということで成城学園前で初めての退駅コースのスタンプ。あれ？でも3000型って今でも走ってるし帯の色今と違くない？3000型の顔の帯は最初期は太い帯になっていて、青い帯は現在では全車両細い帯になっています。あと退駅コースは現在営業運転を行っていない車両だけでなく、現在も走行している車両の過去の姿というのも収録されていて、クオリティ高いな。おい、またネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング方向分解。そんじゃ、スタンプ、おい。神隠しされたわ。どうやったらそうなる？ということでスタンプがこちら。今では見られない並びだな。2600型については成城学園前駅福々線完成前に引退してるから粋な計らいだなと。さて、なぜかわかりませんが、次の列車確定も急行もギリ10時台じゃないんですよね。お、発表案件か？ま、
次のスタンプ駅北見は確定しか止まらないんでいいんですけどね。発表開始案件会。ということでここから北見まで各駅停車に乗車していくわけですが、もうすぐに来るっぽいです。お、今回初めての重量の各駅停車か。2019年に始まった重量の新宿口各駅停車。やってきたのは小田急通勤車両最新型の5000型ですね。一つ前の新型、4000型は地下鉄直通が可能な車両でしたが、5000型は顔に非常用の扉がないということで地下鉄直通が不可能。地上運用のみの通勤電車新形式は3000型以来18年ぶりになります。ということでこちらに乗車して北見まで向かいましょう。そういえばさっき唐木大駅急行は共同で覚醒と待ち合わせるって言ってたけど、この唐木大駅は成城学園前で待ち合わせるんだね。南閣時代までイレギュラーで千代田線急行の代わりにぶち込まれることがあるっぽいな。駅に到着。北見には複々線区間唯一の車両基地があり、車両基地の名前は北見検車区ですが、入出庫できるのは隣の成城学園前駅になっています。車庫が成城学園前駅の方に近かったら成城検車区になってたかもね。それでは改札を出てスタンプを押しに行きましょう。ということで今回のスタンプは9000型と1000型ですね。1000型は今も走ってるが、さっきの3000型みたいにデザインが変わったとかではないよな。この2車両には共通点があって、それが元地下鉄直通形式。9000型は初代地下鉄直通車両、1000型は9000型の後継として登場。9000型は2006年に引退、1000型は現在の地下鉄直通車両4000型の導入に伴い地下鉄直通運用から撤退。その後は東武並の間改造リニューアル工事が施され、現在も小田急全線で運行しています。そんじゃ北見駅のスタンプ。北見駅のスタンプは車両基地がデザインされてるんだな。しかもどっちも走ってる当時の地下直関連の種別行き先という。それでは再び小田原方面に向かうわけですが、次の列車が10時台になるのでサイコロタイム行ってみましょうか。ここから先は速達種別が止まる駅が増えていくから、できるだけ大きい数字を当てたいところ。さあ頼む。2連続で1ってどういうこと？それはこっちのセリフだわ。ちょっとこれカウントしないから確認のために1回サイコロ振ってみていい？もしかしたらちゃんとシャッフルできてなかったかもしれないからな。それはそれで問題でしょ。ということでね、結論普通に先輩。あれ、私たち2000型縛りでもやってたっけ？そんな縛りした覚えがないんだぜ。その状態で突っ込むな。ということで列車は北見から2つ先、泉多摩川駅を発車。駅名の通り目の前には東京都と神奈川県の県境となる河川、多摩川があります。ということで続いての停車駅、登戸からは神奈川県に突入です。まもなく、登戸
快速急行小田原行きはお乗り換えです。快速急行は新百合ヶ丘で各駅停車木が次行きに連絡いたします。窓口は右側です。ということで、登戸に着いたんですが、ここで快速急行と待ち合わせます。登戸から先は伏線に戻るから待ち合わせがあるんだよな。でもって奥には常磐線の列車が。小田急線は地下鉄千代田線 JR 常磐線とは終日直通運転していますが、本向こうが丘遊園までしか来ないので、ここから先千代田線枠はほぼ意味がなくなります。今回も今回とてルールがガバガバ。それでは引き続き各駅停車に乗車して行ったまで向かいましょう。じゃあ、行った駅のスタンプをしていきますか。行った駅は現役コース。映ってる車両は5000型と3000型だな。すいません、五反田は山手線ですよ。都営浅草線もですよ。違う、そうじゃない。そんじゃ、スタンプ。ということで、こちらが行った駅のスタンプ。3000型はわかるが、5000型はどこにいるんだ。ああ、これだね。かくれんぼやってんのか。小田急所属の通勤車両で帯が2段あるのが5000型だけだからできたことだね。さて、福々線区間を抜けまして、続いて向かうのは新百合ヶ丘、多摩線との分岐駅になっています。
すいません、2000型これで何回目のご出演でしょうか。8両確定は2000型と3000型しかいないからな。ちなみにそれぞれの編成数は ?3000 型が8編成、2000型は9編成だな。2000型2倍はいるだろ。この画面情報量多すぎだろ。ということで新百合ヶ丘に到着。小田原線の停車駅数的には半分まで来ましたが、未だ各駅停車しか乗れていない事実。いつになったら優等列車に乗れるのやら。それではスタンプの方をしていきましょう。新百合ヶ丘は3000型と、初の4000型。割り込み爆発やめてもろて。そんなわけでこちらがスタンプのデザインになります。今回はちゃんとどっちの車両も顔が映ってるね。さて、新百合ヶ丘からの行程なんですが。今回もう終わり？ちょっと待て、私の字幕もフェードアウト。